イェブヘーン・マルチュークイェブヘーン・クイルイーロビチ・マルチュークは、ウクライナの政治家、元首相、ウクライナ国家安全保障、国防会議書記、国防省を歴任、上級大将、1963年から、ソ連国家保安委員会、キロボグラード集局作戦係。1965年以後、ウクライナソビエト社会主義共和国 KGB、 観察局の初級作戦係、上級作戦係、副課長、課長、副局長、局長。1988年から、KGB ポルタバ州局長。1990年から、ウクライナ社会主義共和国 KGB 第一副議長。1991年6月から11月、ウクライナの国防問題、安全保障、非常事態担当国務大臣。 1991年11月から1994年7月、ウクライナ保安庁長官。1991年11月から中将、1992年8月から大将。1994年3月23日から上級大将。1994年6月から副首相。同年9月から、クリミア自治共和国大統領特別全権代表。 1994年10月から第一副首相、大統領附属汚職、組織犯罪対策委員会議長。1995年3月3日から首相代行。1995年6月8日から1996年5月27日まで首相、国境問題調整会議議長。1996年春、マルチクは議会に進出したことが原因で、 国島大統領から解任された。1995年12月から1998年4月、社会、市場の選択会派の最高会議大議員、国防、国家安全保障問題委員会委員。1998年、ウクライナ社会民主合同党から、最高会議大議員に当選し、社会政策、労働問題委員会を率いた。 1999年の大統領選前、ウクライナ社会民主合同党から脱党し、右派と民族派が支持する、我らが大統領イエブヘーン・マルチュークブロックから大統領選に出馬した。選挙の結果、マルチュークは8.13%を得票し、第5位だった。決選投票では、レオニード・クチマを支持し、その見返りとしてウクライナ国家安全保障。 国防会議書記に任命された。その後、無党派となったが、影響力のある政治家として止まった。ユシチェンコ政権時、マルチュークは、ティモシェンコと対立し、燃料、エネルギー企業の金銭トラブルで彼女を攻撃した。その一方で、マルチューク自身が関与した武器密輸の疑惑がある。6月25日、国家安全保障、国防会議書記から解任され、 国防省に任命。マルチュークの国防省任命直後、軍広報部長、兵器部長等、一連の交換が解任された。一連の解任劇の公式説明は、イラク派遣準備中だった第5独立機械化旅団の準備に問題があったためだった。マルチュークは、ウクライナ軍のイラク派遣問題を積極的に支持していた。2003年7月28日、マルチュークは、 国防省と参謀本部の気候改変に関する提案を大統領に提出した。マルチュークは国防省内の文民指導職を2003年末までに40%、2004年から2005年には80%まで削減することを計画した。70以上の召喚職の削減も規定された。キロボフラード州ハーイボロンチックドルイニューカ村出身。1963年。 ウクライナ語、文学、ドイツ語教師専攻で、キロボフラード教育大学を卒業。法学科学準博士。ウクライナ運輸同盟総裁、国民団結団体総裁。ありがとうございます。